赤本赤本は、教学者が発行している大学、学部別の大学入試過去問題集、大学入試シリーズの通称である。創刊後護しばらくは、表紙の色も、青色や紫色など大学ごとに異なっており、統一されてはいなかった。赤本の故障は1964年に、表紙の色が、朱色に統一されてから受験生の間で定着した、ものであり、ウェブサイトのドメイン名も、 akahon.net となっている。なお、中学、高校入試シリーズの赤本を発行しているのは、英春社で、出版社が異なる。年次版で、毎年4月から11月頃にかけて刊行全国375大学分を刊行典型的には、一冊の中で、特定の大学の主要教科の過去問が、大学情報、傾向と対策、回答。 解説とともに収録されている。主要国立大学の場合は、前期日程、後期日程や文系、理系などで、それぞれ一冊などという具合に、複数冊に分かれている。また、規模の大きい私立大学の場合は、学部単位で一冊となる場合がある。収録されている問題の年度数は、過去2年から10年程度である。 以前は3から6カ年が主流だったが、最近では大学にもよるが、約3カ年の場合が多い。一般に使用ニーズの高い難関大学になれば、なるほど、収録年度数は増える。しかし、伏線入試を多く実施している大学の場合には、その分収録年度数は減る。大学情報は1990年頃には、大学案内にあるような内容が収録されていたが、 2015年頃では本部所在地と学部、学科程度となっている。特定大学の特定科目のみを扱ったシリーズも存在する。こちらは過去25か年分をカバーするものまである。以前は B6 版であり、活字が小さくて見にくく、また難関大学のものの場合は分厚くなるので携帯にも不便であったが、 2004年版から一部の主要大学、2005年度版からは、すべての赤本が A5 版となった。また、それでも分厚くなる一部の大学では、回答、解説が本書に掲載、問題が別冊子という形でつくようになった。なお、赤本の中でも、いはやく医療系入試シリーズ、10位畜産系入試シリーズは、以前から別格で、 問題収録年も一般に6から10カ年と多い、上、常に A5 版で、紙質も良いが、通常の赤本よりも値段が高い。センター試験版は数年先駆けて A5 サイズになっていた。センター版は第1回の試験から掲載されているが、近年は過去の追試原文の掲載年数が、河合塾の黒本よりも減少している。 その他の赤本共通の特徴としては、近年のものに関しては、粘土が記されている場所の色が青紫緑の順に循環していることが挙げられる。また、赤本は大学入試問題を収録しているが、著作権上の問題から一部の英語、国語、小論文の文章を収録しないことがある。 すなわち、入学試験のために公表された、著作物を使用することは著作権者の許可を要しないが、その問題を本に収録して出版することについて、紛争が生じているからである。回答、解説の執筆は、予備高校講師、元高校教師、大学講師などが行っている。赤本に限ったことではないが、大学側が公式の回答例を公開しているわけではないため、 過去問題集における回答はあくまで回答の例に過ぎない。大学通信は、ものつくり大学や千葉経済大学など教学者から出版されていない大学の赤表紙の過去問題集を出版していた時期があった。基本的に大学入試が対象であるが、文部科学省管轄外である省庁大学校の採用試験も対象となっている。2016年現在は、 海上保安大学校、気象大学校、国立看護大学校、防衛大学校、防衛医科大学校医学科の赤本が販売されている。なお、海上保安大学校と気象大学校は一冊にまとめられている。赤本にはナンバーが付けられており、順序は国公立国公立医学科の推薦や英養入試、看護や医療系大学、省庁大学校、 私立であり、それぞれ所在地がほぼ北から南へ、文系の次に理系となっている。このため、ナンバー1は、最北の国立大学にある、北海道大学の文系となっている。現在は、英検の赤本も販売している。ありがとうございます。